1991年、福島県の自宅から小学2年生の女の子が行方不明になるという事件が発生しました。当日母親の友人の娘2人が泊まりに来ており、セミダブルベッドで3人、川の字になって寝ていましたが、翌朝2人が目覚めると彼女の姿はなく、学校関係者や地域住民も捜索に加わり、3900人の捜査員を投入し、6370箇所を探すも発見には至りません。当時この家に住んでいたのは遊びに来た2人を除く9人。不審な指紋や足跡は検出されていませんが、玄関の鍵はかけられておらず、自宅前で見慣れぬ白い車も目撃されています。女の子の失踪に関与した人物は誰なのか、彼女の身に何が起こったのか、今回は安全だと思われる自宅から姿を消した石井舞ちゃん失踪事件の真相に迫ります。まずは事件の経緯からご説明します。1991年7月24日未明、福島県田村郡船引町、現在の田村市で建設会社を営む石井健一さん、当時37歳の長女舞ちゃん7歳が行方不明になりました。夏休みが始まったということで、前日23日から母親の友人の子供、小学2年生と4年生の姉妹が遊びに来ており、テレビゲームをして楽しんでいたのです。石井家は両親と祖父母、6歳の長男と1歳の次男、父親の姪にあたる17歳の女性と、住み込みで働く22歳の男性従業員、舞ちゃんを含めた総勢9人で一つ屋根の下に暮らし、1階と2階にそれぞれ玄関を設け、2階へ事務所を設置して2世帯住宅を構えていました。当日姪は昼過ぎに実家へ帰省して不在。午後9時30分、舞ちゃんと姉妹2人は2階にある両親の寝室に隣接した部屋で就寝。彼女は川の字になった真ん中で寝ており、10時30分ごろ母親が部屋へ入り、勉強机の蛍光灯を消したオルケットをかけ直しています。翌7月25日午前5時20分、舞ちゃんと共に寝ていた姉妹が目覚め、彼女の姿が見えないことを父親へ話し、みんなで家中を探すも見つからず、6時になり警察へ通報。半径6キロの大規模な捜索を行い、山林や池、マンホールや工事現場などありとあらゆる子供が入りそうな場所を探しましたが、行方につながる手がかりは得られませんでした。では舞ちゃんがいなくなるまでの家族と男性従業員の行動をお伝えします。7月24日午後8時50分、父親は舞ちゃんの弟2人と一緒に就寝し、翌25日午前4時20分に起床、事務所へ向かった時に階の玄関が少し開いていたことを確認。その後リビングへ戻って舞ちゃんがいないことを知らされました。午後10時30分、母親は3人が眠る部屋へ行った後、1階の玄関ドアが閉まる音を聞き、2階の窓から男性従業員が外出する姿を目にします。10時45分に階玄関の鍵をかけて1階浴室で入浴。この時1階の玄関ドアが開き、階段を上る足音を耳にしました。11時10分ごろ寝室へ向かい、1時間ほど寝つけなかったと話しています。午後9時20分ごろ、祖父母はタクシーを呼び、1階玄関に鍵をかけ、カラオケ外出。翌25日午前2時に帰宅。その時1階玄関の鍵は開いており、男性従業員も不在でした。午後10時過ぎ、男性従業員は友人と遊びに行くため外出しますが、一度着替えに戻り、10時30分に再び外出。この時1階玄関に鍵はかけておらず、自宅南側の公衆電話で話す姿を母親に目撷されています。その後郡山市へ行こうとしましたが、車のバッテリーが上がってエンジンがかからず、駅の通りへ出て自動販売機でジュースを購入。飲み終えた後再度エンジンをかけようとするもかからなかったため、11時ごろタクシーに乗り、11時40分に郡山市へ到着しました。ところが友人は現れなかったため、午前2時でパート前のベンチに横たわって一夜を明かし、翌25日午前5時48分郡山発磐越東線の始発電車に乗り、6時23分船引駅到着。そこから歩いて石井家には6時30分に帰宅します。遊びに来た姉妹のうち一人が夜中にうっすら目覚め、舞ちゃんの名前を呼ぶ優しい声を聞いており、さらに夕食前に男性従業員とゲームした際、彼が舞ちゃんへ夜の12時に一緒に遊びに行こうと声をかけたと証言しますが、
警察は子供の言うことだからと相手にせず情報として採用していません。次に疑惑を生んだ男性従業員の行動を検証します。彼は父親の姪にあたる17歳の女性と付き合っており、住み込み従業員として働いていました。それというのも姪は両親が離婚してから生活が荒れた時期もあり、石井さんが面倒を見る形で世話をしていたのですが、暴走族と交流を持ち、二人はその際に出会いました。事件当夜、男性従業員を乗せたタクシー運転手が発見され、デパート前で彼と言葉を交わした客引きの証言もあり、アリバイは成立しますが、名前を挙げられた友人は遊ぶ約束をしておらず、彼は舞ちゃんの失踪に何らかの事情を知っているかもしれません。しかも当日は姪と旅行へ出かける計画だったのですが、急遽仕事が入り予定をキャンセル、その腹いせに連れ去ったのではないかと噂され、警察の事情聴取で7月25日から2週間勾留されました。しかしアリバイが証明され釈放、疑惑を残したままですが逮捕されておらず、名誉毀損にあたる可能性もあるので、ここでは T と呼びます。ここからは彼の不審点を2つ挙げます。1つ目、 T はバッテリーが上がったからタクシーを使ったと証言していますが、バッテリーが上がったのは事件前、つまりエンジンがかからないことは最初から知っていた。それにもかかわらず郡山市まで運転しようと考えるでしょうか。いつも会社の車を使用していたにもかかわらず、この日に限って自分の車を使おうとするでしょうか。2つ目、郡山市へ移動するため船引駅でタクシーに乗ったと話しましたが、船引駅から郡山市までは約 25km、 当時の料金にして8000円以上は必要になります。22歳の若者にとって8000円は大きな負担となりますが、そこまでして出かけるでしょうか。もちろんタクシー運転手の証言が存在する以上、現地へ向かったのは間違いありません。ただし友人の話では遊ぶ約束はしていない。だとすれば T はどのような目的で足を運んだのでしょう。さらに事件に関わる疑問も4つ指摘しておきます。1つ目、彼女は夜中に起きても一人でトイレへ行けない臆病な性格、見知らぬ誰かに連れ去られ怖くて声を出せなかった可能性もありますが、川の字で真ん中で寝ていたら両隣の姉妹に気づかれないよう行動できるでしょうか。子供なので熟睡したら途中で起きることはないかもしれませんが、無理やり連れて行こうとすればある程度は抵抗するはず。その動作やドアを閉める音など何かしらの物音で隣の寝室にいた両親も気づくと思われますが、全く誰も気づかなかったのだとすれば、一緒に寝ていた女の子が聞いた舞ちゃんを呼ぶ声は彼女が警戒しなくても済む人物だったと考えられるのではないでしょうか。2つ目、7月24日午後11時ごろ、自宅前に止まった白い車はエンジンがかけられ、ボンネットも開けられたままだったのですが、運転手の姿はなく、近隣住民はその様子を不審車両として目撃しています。 T は10時30分に外出、公衆電話で友人と話し、2度エンジンをかけ直そうと試みて失敗、徒歩で船引駅へ向かい、ここまでの用事をすれば車と出会っているはずですが、一言も口にしていません。車は翌朝姿を消しており、石井家の周辺に所有者も存在しませんでした。3つ目、行方不明になってからすぐ警察犬も出動させていますが、舞ちゃんの匂いを追跡した結果、1階の玄関先で止まったまま動きませんでした。そして自宅に置いてある靴もなくなっていません。すなわち舞ちゃんは玄関先から車へ乗せられたと想定できるのではないでしょうか。4つ目、母親は2階玄関の鍵をかけていますが、翌朝父親が確認した時鍵は開けられており、 T は1階玄関から外出した時鍵をかけなかった。そして母親は入浴中に階段を上がる足音を聞いています。このことから推測できるのは、犯人が1階玄関から侵入して舞ちゃんを連れ去り、2階玄関から出て行った。おそらくこの犯行経路は間違いありません。この事件の犯人は男性従業員である T である可能性が高く、警察はアリバイ証明や証拠不十分であったことから釈放していますが、彼以外に動機を持つ人物はおらず、また T にしかできない犯行と言えるのではないでしょうか。 T と雇い主の石井さんは良好な関係ではありません。彼は昔から素行不良で普通に近いものも吸っており、姪の交際相手として良い印象を持たれていませんでした。
霊から頼まれ自分の目の行き届くところへ置くため雇い入れましたが、日頃の生活態度について口うるさく注意していたのです。この事件は未解決事件を追いかけたテレビ番組でも取り上げられ、キーはそこで時期が来たら真実を話しますと不可解な言葉も残しています。これは真犯人が逮捕されたら自分も知っていることを証言すると考察可能で、警察から釈放された後、霊に対してみんなが探しているところに石井舞ちゃんはいないと発言し、その言葉に恐れを抱いた霊は T と別れ、その後彼は実家へ帰りました。 T にはアリバイもありますが、それは共犯者がいれば成立します。石井家から船引き駅までは徒歩5分。彼は10時30分に家を出て公衆電話から共犯者へ連絡。10時45分母親がお風呂へ入ったことを確認し、舞ちゃんを誘拐、待機していた共犯者の車へ乗せ、自分は船引き駅からタクシーに乗ってアリバイ作りをすれば何の問題もありません。家族同然の彼であれば舞ちゃんは従うだろうし、警戒もしない。両親に内緒のちょっとした遊び感覚で相手を疑うことすらしなかったと受け取れます。そうであるなら T はどのような目的を持っていたのでしょう。ことの発端は姪との旅行をキャンセルさせられたこと。以前から口うるさい雇い主に苛立ちを募らせており、いつも両親と一緒に寝る舞ちゃんが今日は遊びに来ている、子供たちだけで就寝する、だから困らせてやるチャンスだと思い立って犯行を手引きしたのではないでしょうか。みんなが探しているところに舞ちゃんはいないと発言したのは、彼が居場所を知っているからで、居場所を知っているのは犯人であるからに他なりません。最後に一つ、これはあまり報じられていませんが、生放送の公開捜査番組で事件に対する情報提供がありました。しかし匿名条件だったにもかかわらず、番組進行のアナウンサーがうっかり女性の名字を口走って、詳しい情報は得られていませんが、寄せられた内容を一つご紹介します。それは福島県須賀川市にあるスーパーマーケットヨークベニマルで、知人男性が石井舞ちゃんによく似た女の子を連れていた、親がおらず代わりに引き取って育てていると言っていたというものです。舞ちゃんの自宅から須賀川市は南へ約48キロ離れており、警察が半径6キロを捜索しても発見できるわけがありません。現在ヨークベニマルは福島県と宮城県を中心とするスーパーで、須賀川市に3店舗あり、そのうち当時から開店していたのは須賀川市山寺町53番地にあるヨークベニマル須賀川西店。この情報が事実であれば、彼女は誘拐された後命を奪われたのではなく、この付近で暮らしたことになり、もしかしたら T の実家があったのかもしれません。舞ちゃんを手にかけるほど雇い主を恨んだわけではなくても、大騒ぎになったことで連れて帰れず、そのエリアで生活させた可能性は残りますが、ずっと面倒を見たとは考えにくいため、福島県内の児童養護施設へ入れられたとも考えられます。7歳なら自分の名前も話せますが、言いくるめられていたとすれば本名は名乗れなかったでしょう。あるいは誘拐のセオリー通り命を奪われたのかもしれません。この事件はすでに時効を迎えていますが、T が関与したであろうことは想像に難くないので、事件解明の手がかりが掘り起こされることを願うばかりです。石井舞ちゃんが発見されることを心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？